どうも、もう夜中で皆さん寝ているところでしょうが、おはようございます。マキエの、えー、何でしょう、わかりません。<laughs> どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、マキエと申します。違うな、ございますだわ、うん。<laughs> 丁寧さが大事だからね。よし。まあ、なんていうんだろう、特に、特にないかな。<laughs> あー、でも、うん、あれ言ったな、あれ、あれあれあれ。 よし、これでまあ分かるでしょこの日だからしょ僕この後毛玉取りたいからさ毛玉取りを用意してるっていうかまあ用意してたのがあったからたまたまちょっと毛玉取りたいっていうのがあってちょっと一回投げます怖<ー>い <laughs>、まあ、この後毛玉取るわこれは何で取ったんだっけこのドットっぽいのが可愛かったからかな多分 これねこれ,これヘルタが変なヘルタで白露はまあいいんですこれウーボの今日のデイリーやってた時になんか,なんかアップになって急にいやさこのロギキャラのいいところは身長度差でこうやってさあのすぐ近くのさあの置いてるものとかでももうすぐに顔がさこうやってあの圧縮っていうかなんていうアップになるからさどこでもいい顔見れるよねってそれがいいとこ これはファイルミリーマータのなんかなんて言うんだろうねこれあれキッチンペーパーでいいのかなうんペーパータオルって書いてあるけどえっ、ー、と裏には揚げ物の油切りにテーブル拭きにお皿などの食器拭きにフライパン拭きに食,の食卓のナプキンにガスセンジュ拭きにって書いてあるまあなんかなんかくれたね <laughs> なんかくれたね <laughs> 謎だけどまあまあいつか使うかなって、まあ、それを使う上手はさすがに映さないけどまあありがたくね使わせていただきますでゾウラ族ささっきも言ったよ俺前も言ってたと思うこのさティアキン7進捗7でも言ったし6でも言ってたと思うけどさここではゾウラ族をちょっと話そうゾウラ族はさまあなんかなんて言うんだろう 生活面でだと言うとまあ水がないとあれだししかも何だっけあとなんか頭の尾ひれとかなんか長いからやたらと長いから結構ちょっと邪魔になる時もあるかもしれないけどいやダメだよねってそれでもそれでもあの顔面偏差値はさどうあがいてもうん無理だよでも実際多分このねこの人間界に来たらでもハイリア人とかじゃなくてシンプル人間界に来たら ちょっと黒くなると思う。あのな、わかるかなこの、ポケモン GO の映画の、あの月光がみたいなことになっちゃうから、<laughs> ちょっとね、でも来てほしくないと、逆にこっちが行きたいよねって。そうすると多分、あっちもあっちで同じような感じだから、ぜひやりたいよねって。ゾラ族、ね、他か、ルなんゲルド族は、まあ、普通の人間って感じするじゃん。まあ、ちょっと特殊で、まあね、女性がまあめっちゃいるけど、 ね、男性100年に1人でガノンドルフバンバンって感じだけどでまあそんな感じやでゴロン族はもう生まれつきなんかただこうって感じだし <laughs> でもまあ体格いいしいわく得るって意味ではどこでも住める感じもあるからいいのかな寒いとこでも体勢あるのかな,なんかよくモンハンとかならさそういうのなんかゴロン族とかね絶対希少種いるよねシュ希少種が。 ゴロン族が雪山で育ったた場合みたいな絶対あるからそれはちょっとまあ見てみたい気持ちもなくはないよねってでまあリト族はまあ何て言うんだろうリト族はねまあ鳥さんだからまあねそのまんまって感じするでもまあもしかしたらガラルサンダーみたいなことになる日があるかもしれないけどゾーラは買ってほしくないなってだからゾーラはさ なんかさ変変ええように変えれななないい気がしないなんかすごいなんか元から海の生き物みたいな感じのところがあるからさなんか違うよねちょっとだからどうう変えたらいいいいかかっっててのがんなよね最近どっか動画で見てあの見た感じだとなんかあの元から海住んでたけど陸で暮らしたいがために陸を侵略し始めるみたいなそんな感じの見たね。 そういうのもありなのかなって思ってて、いや、あの見た目で侵略されちゃったら、ちょっとね、ちょっと、うん、服従せざるをいない得ないよね。うん。しょうがない。そんなのされてもしょうがないよねって。であの、あの顔だぜ。ダメだよ。あれ、一般市民が、してか、していい顔じゃないよね、あそこ。あそこ芸能人しかいない、マジで。いつかゾーラの、いつかゾーラの里ね、行かせていただきますわ。うん。 とということでね、まあこんな感じでゾウラ族の良さ皆さんもなんか語りたい部分あったら是非コメント欄お願いします。それじゃあおやすみなさい。